こんにちは、ミュージックインストラクターの相原直美です。室内でできる演奏できる体づくり、今回は呼吸の動きについて確認してみましょう。普段我々が何気なくやってる呼吸、体のどこが動いてるか、さあ確認していきましょう。今回確認する場所は溝落ちです。肋骨の下の部分を左右から手繰り寄せて、交わるところに手を当ててみてください。吸って吐いて、吸って吐いて、溝落ちの部分動いてますか？吸って吐いて、横から見ると吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて。溝落ち周辺の筋肉の動き、ぜひ確認してみてください。ご覧いただきありがとうございました。